おっす、オラ YouTuber、マフィアカジタです。ポケマンのレッチです。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい。それまあ、DG 層挟んだから、ちょっと久しぶりの撮影になっちゃったけど。久しぶりですね。ウェイトグランドオーダー。はい。現在はですね、復刻ハロウィン2018ピックアップ召喚日替わりと、はい、テレビアニメ、絶対魔獣戦線バビロニアの放送記念ピックアップ召喚が行われております。はい。まあ、これどっちも合わすかって、そうね、せっかくだしハロウィンピックアップかな。了解しました。持ってないのは、首都内持ってないかな、俺多分。茨城ランサーは持ってたかもしれないけれども、うんうん、重ねてもいいかな。水着サーバントは強いからね。なるほど。じゃちょっとゲーム画面も出してみましょうか。うん、お願いします。はい。そうね、じゃあいつものマフィア梶田卿から行こうか、うん、読んでいきましょう。これ未だに使いづらいの。いやもうね、俺、うん、あれなんですよ、そろそろ11出たところで、うん、変えようかなと思ってるんですけど、うん、その操作性をね、カイさんの見てるとね、なかなかちょっとね俺が不器用なだけっていう説はあるぞ。本当でも、うん、やっぱり俺はこうボタンをポチポチってやってた方がやりやすかったわけだよ。ボタン世代だから俺ら、コンシューマーゲーム世代だろ。ボタンを押すのに慣れてんだよ。カイさんってこの10の前っていくつでしたっけ。88か、うん、8ってでもこれ実はボタンじゃないんですよ。そうそこのね、これぐらいの何ですか、ボタンじゃないのに押してる感覚がある。あれ不思議だよね。そうポキポキポキって、そういうのに、うん、そうあの感覚、これでもやってほしかったわ。あれ何なんだろうね。ほんとどうせボタンないんだったら、うん、たまにはまともなことすんじゃねえかって思っちゃった。いやまともですよ十分。いつのまともですよ。いつもよくわからんアップデートとかしてくれる。まあ確かにあるからさ、アップデートしたらバグるみたいな。そうまあそんな言うても使い続けるけどね。そうですね。はい、というわけでね、はい、バイオハザードバリアントレイトを遊んできたと。これは4人チームでアンブレラの特徴部隊になって研究所の脱出を目指そうっていう、死亡フラグ満載の設定、うん、絶対無理やろってバイオシリーズやってる人なら思う。まあ難しかった、はい、クリアできなかった。3回やってクリアできなかった。結構やったな。うん、だからこれね、またクリアするまでやってみたいんだけれども。これいい写真です ね。ポケモンの進化前進化後、思いのほか似てる。うん、ハマっちゃってんだろ、その体格とかさ。でも俺と並ぶと分かるけど、タイラとマジででかいんだよ。くっそでかいねこれ本当に。だって俺2メートル近く一応あるんだぜ、身長が。もう 2.5 から3メートルぐらいありますよね、あのタイラって。その俺よりもはるかにこのでかさだから、やべえな。だからこいつがその人混みに溶け込んで工作とか絶対無理だろ。コート着せて帽子かぶせて無理だからバカだから、アンブレラ本当に。こんな人間いるわけねえんだよ、こんな身長の人間が。確かに、うん、はいはい、というわけでね、はい、やっていきますよ、うん。予備符が一応3枚あるから使っちゃうか。使っていきましょう。いや本当久しぶりだね、藤井を。どうなんだろう、前回のやつまだ確認しないですけど1ヶ月ぐらい経ってるのかな。うん、結構経ってるだろうね。え、まあ、そもそもだって TGS から今ちょうど1ヶ月ぐらい経ったぐらいかな。そうね、うん、もうそんくらい経っちゃってるね。そうなんですよ。でね、 TGS の期間中に発売されたボーダーランド3を、ああそう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 、我々今一生懸命やってるわけですけど、がっつり遊んでるね。3連休も2日間ぐらい遊んでましたよね、僕ら。台風のあんだ、あ、そうもう出れねえから遊ぼうって言って、ボーダーランド3で自分たちを慰めてそうやってましたね。まあ面白いよね、やっぱマルチプレイで。いや面白い。あ、やって打ちまくる。そうなんですよ、やっぱね、僕再三多分カジさんに言ってると思うんですけど、うん、なんかゲームはやっぱ僕人とやりたいっすわ。一人でやるのも楽しいんですけど、いやいやいや、そういう顔するじゃん。でも楽しかったでしょ、一緒にやって。いや楽しい、たまにはね。パリピ特有のゲームやっぱ人とやるもんだよ。いやいやいや、そこまでは言ってない。そこまでは言ってない。一人でやるゲームも楽しいんですよ、うん、もちろんね、僕も一人ゲーム好きだよ、うん、そう。でもやっぱね、ああやってなんか別に僕らもずっと喋ってるわけじゃないじゃないですか、うんうん、なんかサクサクサクって出たみたいなぐらいの時とかもあるじゃないですか、うん、いやあれぐらいの距離感でやるのめっちゃ面白いですね、やっぱ。まあそうですね、誰にもこう気兼ねせずに遊ぶってくらいの、ね、うんうん、トークなら。あ、そうですよね。だそれこそなんていうんですか、ね、もうずっと喋ってたらそれ疲れちゃうじゃないですか、うんうん、まあもう結構付き合いも長くなったんでその辺の気軽さもあると思うんですけど。でもこの間のプレイは正直動画回しといた方が良かった。確かに本当だよ。結構面白いくらいあったから、ね、面白かったんだよな結構、うん、
そうなんですよ。だからそれもなんか今後ね、やっぱあのマフィアカジサで YouTube 始めましたので、うん、ちょっと取り上げていきたいなっていうのもあるんで、うん、ちょっと皆さんご期待してほしいなと思います。逆になんかね、あのう、ね、うん、やってもらい、やってほしいタイトルとかあったらね、それはそれでやってみたいですけどね。まあ、ようやくスマホゲームの縛りが解けたから、そう、その最近ほらウトルフが遊んだりしたり、はい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 、見てくれたか知ってもらえるかもしれないけど、おっ、これ今来たんじゃないの、来たね、どうおめでとう、うん、とりあえず1枚ゲット、一旦ね、星を一旦ゲットということで、そう、そんでクトゥルフ遊んだりしたじゃない、うんうんうん、それでもうあの PC ゲーム遊んでいいことになったし、はいはいはい、はい、コンシューマーゲーム遊んでいいことになったんで、はい、バンバンね、そういったものもやっていきたいというか、うん、配信そのものの面白さ、そうですね、みたいなものもお伝えしていきたい。今どっちかっていうとこう我々のガチャのパワー、はい、はい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 、競争のパワーを頼りにした動画ばっかりやってるから、おっしゃる通り、まあ、そういうね、コンシューマーゲームをダラダラと遊んでるところを流してるのを見たいっていう人の需要にも応えたいなぁ、ね、とは思ってるんですよね。何を遊ぶかこれから発売されるゲーム次第だけど、そうですね、まあ、あとはあれですね、あの、あ、これは、はい、はい、というわけで、茨城、うん、俺初めてやったみたい、見たですね、ニュース出ますね、うん、これはラッキー、うん、それ幸先はいいですな、はい、続けて11回紹介のとこ行ってみましょう。首都内も出したいな。そうで、さっきまあ収録がね多いって話したんですけど、まあ、今後はちょっとね、その一緒に遊びたい人も多分いると思うんで、まあ、一緒に遊べるような機会、まあ、例えばライブ配信とかユーザーと遊ぶってこと、あ、そうですそうですそうです、とかもちょっとやっていきたいなとは考えてるので、まあいいんじゃないか、うん、ね、一緒にやれたら楽しいですよね。俺もたまにネットで募集した相手で遊んだりする。あ、そうですよね、たまにやってますよね、本当に、うん、だそういうのもね定期的にできたらいいなとは思ってるんで、そうね、なんか結局その人と遊ぶ機会っていうのをあんまり俺は作ってないから、うんうんうん、それもあってハードルが高くなってるところは正直ある。なるほど。めんどくささっていうのが先立っちゃう。まあ正直ね、人と遊び慣れちゃえば一人で遊ぶのと変わんない気がするんだけど、はい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 、やっぱトークするっていうのがね、プライベートでも喋りっぱなしは疲れるんだわ。そうなんですよね確かに。たまに配信したりするっていうね、うんうん、まあでもそれこそね、わかんないですけど月に1回とかね、なんか決められた日とかできたらそこに合わせてちょっと参加してくるから してきてくれたりするとね、嬉しかったりしますし。そうなんだよ、あとこのチャンネルのタイトルがあれだからこんなこと言うのなんだけど、はい、俺 YouTuber じゃねえんだよ。あ、そうで YouTuber じゃないのかいですか、これ、歌唱月、すーげえ前に歌唱月から YouTuber 始めましたって言ってるし俺もオスほら YouTuber とか言ってんだけど俺そもそも YouTuber じゃねえんだ。 YouTuber じゃないんだよ、ね、たまに配信してそのまま YouTube に上がるだろう、俺のゲーム動画、はいはいはい、それでまた俺が YouTuber だと勘違いする、はい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 、それで YouTuber、 俺が YouTuber だったらそのね、もう底辺 YouTuber もいいところでチャンネル登録するだけで見たマジでずんずん生きてないからな、チャンネル。まあそうですよね、本当なんか本当にごく稀に動画が上がるだけの、うん、ほぼ死んでるチャンネルだから、あのなんか倉庫みたいな感じですよね、そう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 、動画の倉庫みたいな、それそうなのに俺を YouTuber と勘違いしてたまに仕事頼んでくる人がいるんだ。あ、そうなんだ。そう、さすがすごいな、なんかそれって無理なんだって動画制作だからできねえから俺あの動画は垂れ流しでそのまま無編集のやつ上がってるだけだ、はい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 、うん、いやありがたいけどね、あんなチャンネル登録数少ないチャンネルにその YouTuber として仕事来るのありがたいけど、はいはいはい、やってないから YouTuber としての仕事は YouTuber ではないんでね、そうそうそう、あくまでフォーゲーマーでこれ嘘ついてるだけだから嘘って言うな、うん、本当の YouTuber の皆さんはね毎日動画編集して頑張ってるから、そうなんだよ、すごいんですよ、俺なんか追っつけないよあれ、うんうん、いやでもなんかあったら僕やりますよ、編集ぐらい、お前はお前、うん、編集ぐらいやりますよ。おだちんお前500円だぞ。安いな交通費にもならんわそんなじゃあ次 YouTuber としての仕事来たら投げるわ。ああ、いいっすね、面白いですねそれは。YouTuber じゃねえんだよなあ、そう、YouTuber ってさ、うん、前はもっと副業とか、あと遊びの延長ってイメージだったじゃん、うんうん、今、一般にメインの仕事だから、そうですね、片手前にできねえんだって、そんなもん、もうつい職業として認知されてますからね。そうそうそう、それはね、俺だって本気で動画投稿を始めりゃね、なんか来たな、来たぞ、おっと、またか、もしかしてこれ、ま、もう2枚目かな、はい、おめでとうございます、うん、ちゃんと本気で動画投稿を始めて毎日アップするとかで、うん、ちゃんと
着実にチャンネル登録増やしとか増やしていったとかね、うんうん、そういうのをやってれば YouTuber って堂々と名乗れるけど、うんうんうん、今名乗れないから。確かにね、 YouTuber なんてとても。うちのチャンネルでもね、何ですかね、まあ演者さんとして出てるだけで、うん、動画制作を梶さんがしてるわけじゃないんで、そうそうそう、残念ながらね、そうなんちゃって YouTuber なんで、ごめんよみんな、ガチで信じてる人いなかったとは思うけど、俺本業ゲームライターでイベントの MC で、あと役者とかだから、はい、全然違うから、制作がじゃないですから、うん、どっちかですね、うんうん、そうだから動画編集スキルとか皆無だからね俺。確かにな。いやでも逆に考えればそれを僕が補完できるっていうのはなんか面白いコンビですね。お前俺から金絞り取るどうやってよ、俺を YouTuber にしてよお前マージンを絞り取ろうとしてるな。一本何万になるとまあね、なんかあったら頼むわ。そうですね、うん、もう随分長い協力関係にあるんで、俺だってね、毎日もうちょい時間あれば動画制作もしてみたいけど、 そうですね、そんな時間ないんだ。そうなんですよね、うん、もっと梶さん暇になったらやりましょうよ。これ3回やったかな、とりあえずこれ3回やりましたね。まあとりあえず星4の茨城が2枚かな、うんうんうん、じゃあ、後半続けましょうかね。はい、はい、それじゃあまた次回バイバイ。